ちは、クラシカの UJ です。今回ご紹介するのはこちらにご用意いたしましたワイルドスワンズの KF003 というミニ財布をご紹介いたします。こちらは2011年今年の3月ですねに、特別販売された商品でございまして、なんとこちらナチュラルカラーのシェルコードパンを使った、財布になっております。この KF003 というモデルなんですけれども、通常の定番シリーズと違ってコルボというブランドのデザイナーを務めております古瀬悟さんという方とのコラボレーションのシリーズ、ウォーカーシリーズ、他にもね、あの長財布ラウンドジップの財布だったりがあるんですけれども、そのうちの一つのミニ財布のアイテムでございます。形状としてはね、定番のパームに似ている形状になっております。ということでね、実際に詳しく手元で見ていきましょう。それでは詳しく細かいディテールをね見ていきましょう。外装には包囲車のシェルコードバンドナチュラルを、内装にはベルギーマシュア社のサドルプルアップを使用しております。こちらもナチュラルカラーになっております。シェルコードバンドナチュラルは染色を施しておらず、非常に薄いカラーになっており、透明感のある絶妙な色合いですね。このように薄いカラーのコードバンになると、表面が綺麗な状態のいいコードバン、原皮でしか作ることができません。コードバン自体の数が非常に、減少して高騰している中で、状態のいい原皮を量産するのは困難なため、非常に希少性の高い、素材になっております。ナチュラルカラーは一方で個体差が結構出てきてしまうカラーでもあります。このお財布でもね、この部分とかね、シミのようになっていたり、こちらとこちらでもまた色味が変わっておりますね。この辺がやや濃くなっております。まあ、一つ一つ部位によっても、色味のムラだったり濃淡が見受けられる特徴もございます。傷だったりシミもね、出やすくて、経年による変化も大きいので、レザーの表情の変化を十分に楽しむことのできるカラーでもあります。コードバンでさらに色が薄いということで、傷やシミが目立ちやすいので、使用する際はかなり、デリケートで、気をつけて扱わなければいけないですね。で、内装に使われているのがナチュラルカラーのサドルプルアップです。こちらも無染色のヌメ革になっておりますので、もともとサドルプルアップ自体は経年変化のスピードはゆっくりな特徴がございますけれども、まあ、このカラー、ナチュラルカラーな分経年変化しやすくなっております。他のカラーよりも大きな経年変化に期待できますね。一応使用していくにつれて、飴色に仕上がってまいります。で、サドルプルアップっていうのがね、非常に堅牢なレザーになっておりますので、小銭入れの部分なんかも長くへたらずに使用することができます。一応ね、形状の特徴としてはパームのような形になってるんですけれども、こちらの部分の方がわずかに長く取られておりますね。ちょっとこっちの方がわずかに狭くなってます。この前後の部分でこのカーブが違う形で取られております。フラップの方は少しだけへこみのあるカーブになっておりまして、反対側は、ちょっと出っ張ったカーブになってます。これがあることによって、その感覚的にね、表と裏が分かりやすくて、こっちですぐにこう開けることができるというデザインになってますね。ここが出っ張ってることによって、ここを押さえてこう開くことができるので、これはなかなか、便利な仕様ですね。こちらを開けますと、ここがね、スナップ2点止められております。で、正面開くと、こういった状態ですね。正面に小銭入れが配置されております。で、こちらにワイルドスワンズのロゴで、 KF003 がコルボのデザイナーの古瀬悟さんという方とのコラボレーションの、シリーズになるので、ここにね、ワイルドスワンズのロゴとともにコラボレーションの、刻印が打たれております。ワイルドスワンズのモデルよりもちょっとデザイン性、こういったね、フラップの部分なんかもちょっと R がかっていたりとか、小銭入れの部分もね、ちょっとこうシェイプが入っていたりとか、デザイン性が若干プラスされたような印象がございますね。で、小銭入れもさらにこちらがね、1点、こちらスナップボタンで止められております。ワイルドスワンズという箱の小銭の中のフラップですよね、背面にはカードなんかを収納できるように
仕切りがついております。でこちらに小銭を入れておくスペースですね。こことこの裏側にね、さらにカードのポケットがございます。こちら側ですね、こちらの右側の方に札入れがございます。この札入れは仕切りなんかは特にはなく、この財布の幅の深さの札入れになっております。開けて、まあこういう感じですよね。はい、サイズ感としてはね、片手でちょっと余るようなサイズ感になっておりますね。この形状からね、よく定番のパームと比較されるんですけれども、パームとの違いっていうのは、パームはまずこの背面の部分にカード入れがついております。それがこちらの F003 にはついてないですね。中の部分のこの小銭入れのフラップですね、蓋が、パームの方にはついていないので、ファームは開けるとすぐ小銭入れも、オープンなポケットになっております。でそのさらにこの後ろのポケットですね、これは KF003 のみ。 KF003 の方が本当にわずかに大きくなってるんですけれども、ファームを紹介した動画でも触れているんですけれども、ファームの弱点としまして、ファームは1万円札をこう入れると本当にギリギリなんですよね。波打ってしまうんですよね。ちょっとこの辺に出しておきますけれども、ちょっと札入れてみますか。まあもちろん千円札は、問題なく、パームも F003 も、しまえるんですけれども、この1万円札ですよね、しっかり入るのかどうか。はい、かなり余裕がありますね。どうしてもこのね、端っこの部分に引っかかってしまうのはありますけれども、まあそれでもかなりスムーズに1万円札も収納することができます。収納しても札が波打たないですよね。これは KF003 の、非常に魅力だと思います。ファームとね、その大きさ自体はほぼほぼ変わらないんですけども、やっぱり1万円札の出し入れが、ね、非常にスムーズになっているので、この辺は嬉しい仕様ですね。ファームはね、このフラップがない分、ここが常にオープンになっているので、札入れをこう出すときにちょっと気を使ってね、こぼれないようにしながら出さないといけないんですけども、これはこの蓋がついていることによって、まあ、このままざっくりと札を取り出しても小銭がこぼれ落ちることはないです。ただちょっとこのフラップがある分、二重のスナップになってしまうので、その辺のスマート感というかは少しなくなってしまうんですけれども、機能性としては非常に便利ですよね。 F003 でございました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらの KF003 ですね、ナチュラルの、コード1を使ったモデルで、ちょっと特別生産のアイテムということでね、なかなか手に入りにくいアイテムにはなってしまうんですけれども、珍しいモデルだったのでご紹介したいなと思って撮影させていただきました。このチャンネルクラシカでは、いいブランド、いい商品をたくさん紹介していきたいと思っておりますので、この動画が良かったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録ですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あとは買取クラシックっていう買取のお店をやっておりまして、こういったワイルドスワンズレザー財布なんかをね、高価買取しておりますので、そちらも気になった方は動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧いただければなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。ゆうじぇでした。